とうございます。お疲れ様です。ハスピード遅くの方のらしいです。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。久々なのでいろいろ告知というかね、エル歌舞伎さんとツーマンライブが行われまして、そうだそうだ、それのもう、配信で見れますんでね、まだね、あと1週間ぐらい見れるのかな。うん、そうだ、ね、ぜひぜひ。そうだよ、いろいろ結構やってみたら、なかなかカロリー高めの、カロリー高めのもう大変だったんじゃないかな。よく書いたら、そうだね、もっと軽い気持ちでやってたんだけども、ヤーレンズとのツーマンよりもちょっとやってること自体はちょっと大変なことになっちゃって、だからネタを作ったりしなきゃいけない感じがあってね。そうそうなのよ。そうね、えらい、俺全然見れてなかったんだけどさ、柔術兄弟、そう、俺とエル上田さんが柔術やってるからっていうことで、アマレス兄弟をもじっくって柔術兄弟がやりたいってお願いしたら、上田さんが、まあそれがもう7月前半の頃で、まあ一応 V 撮りながらさ、企画を会議するみたいなのをまず最初にやったじゃん、オープニングで使うから。そこでまあ俺がもう軽ノリでちょっとレスリーアマレス兄弟ならぬ柔術兄弟やりましょうよ二人でみたいな言ったら、嫌だよって言われてあれ俺は俺でなんか柔術世界でこう頑張って仕事取ってんだから、ああはいはい、言ってた言ってた言ってた、一緒にすんなと、俺はもうフィールドが違うからと、やってんだよみたいな、だからだったらお前優勝でもしてみろと、大会で優勝でもしたら、一丁やってやるよ。一肌脱いでやるよ。そこまでいけたらな。いけたらな。まあ無理だろうけどな。で、その日、その時点で多分一週間後ぐらいに大会が、一応エントリーしてた状態だったから。取ってる時ね。あ、じゃあしてきますよ、その日。って言ったら優勝したんで。うわぁ、やることになったっていうことで。これはすごいで。柔術兄弟。あれ、優勝してなかったらじゃあできなかったんだね。そうですね。すごいですね。ジジイネタをやってたんだかもしれないいや、じゃあなんか誰がわかるんだよ合戦をね、することになってたかもしれない。なんかあれ評判良くない、わからないっす。なんかすっごい俺ら、その後が俺と林くんのジジイネタをみたいな一応やったんで、ジジイネタ、まあまあまあそれ入りでね、やって思ったより受けてたね、あれね。俺あの練習の風景見てて150% 滑って尻つぼみになって、顔真っ赤になって出し切れずに終わると思って、いや怖かった、俺見るのやめようと思ってたもんちょっと見てやんないと思って、判断早くない、相方を嫌いになってしまうかもしれないと思ってさっと、もう見なかったんだけど、そのなんか笑い声が聞こえて、その後だったから練習してるじゃんこっちで、うわめちゃくちゃ受けてんなあいつらおい、柔術兄弟めっちゃウケてんなとか、なんか楽しそうやってんなとか楽しいは楽しかったというか、そう、まあまあやってること自体はね、簡単なことなんでねショートあるあるみたいのを織り交ぜてみたいな、はい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 、まあね、アマレス兄弟知らない人だったらかもしれないけど、まあまあまあ、でもね、とかね、そうよかったですよ、よかったですよ、広がればいいんですけどね仕事を覚えればいいんですけどね、柔術系のね、もう無理なんですよ。何ですか、柔術系のことで仕事なんか来ないんですよ、もう。なんでよ、そんなことない、来ないです、絶対に来ないです。あんたちゃんとプロフィールも書き直したんだから、もう無理です、書いた後にもう、書いたでしょ、ダメなんです、もう V6、 元 V6 の岡田くんと、玉木宏さんがもう完全にもうそのやってんの、もうやってたのはあったんですけど、もうそれがもう初のあそこら辺の俳優さんとかかなりいるんですよ実はね、なんならキムタクさんとかもやってるんですよ。え、そうなの、だからもう最初からそうは極厚なんですよ実は。でそのでもあの人たちがその公式試合には出ないっていうのがなんか知らないけどあったんです、多分怪我とかそういうのは、はい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 、兼ね合いでしょうか、事務所とかの兼ね合いでしょうか、ところがですね、あなたは出れるからいいじゃないですか、私の試合は私の試合はまだ言っても日本のやつですよ、あの人たち急にその海外のちょっとえお声とかかからないと出れないようななんかすごい大会みたいなやつなんかね急に出たんですよもう無理、もう霞んだな、もう来ないんですよ、いくら柔術兄弟とかいくら
ピエロやったところで。ピエロって言っちゃってるもう、わかんないじゃん、そんな。だってもう、大体福島さんもいるわけだし。まあ、そもそもね、芸人界隈でね。そもそも面白、吉本の、本当に強くて、みたいな人がいる中で、もう、無理です。いや、そんだけ人気があるわけだからもう、強さを求めるしかないんですよ、私は。いや、それわかんない。たくさん椅子はあると思うよ。ただ、そう。まだ望みがあるとしたら、購入して、チケットを購入して見ていただいて、これが面白いとなったらですね、いくらでも切り取って添付していいので。いいの？当たり前じゃないですか。切り取り OK。配信なのに。届いてくれと。岡田准一さんのところまで。いや、でも、岡田准一さん、木村拓哉さんには柔術兄弟できないですから。ね、それ芸人しかできないわけですよ。ね、そのパッケージングできないでしょ。小栗旬さんも控えてますからね。分厚いだろ。分厚いんだろ。いやでもほら、サッカーとかでもサッカー芸人って山ほどいるじゃないですか。サッカー詳しい芸能人もいるんだから、柔術それだけ人気あるってことは、それだけ行きます。全然諦めない、まあ、いいですよ。まあまあでも、やったんだから。その前、まあ、そうですね。上田さんもいるしね。そうそう。まあまあ、柔術兄弟のね。はい。あるあるコントだけいやでちょっと戦ってみますね。ね、このね、ね、テレビとかも。まあ一つの技を完全に極めた人の方が戦ってて手強いですからね。それやっぱ柔術で学んだことを柔術兄弟で生かさないとね。なさその言葉は。いや柔術っていうのはそういう競技だから。やっぱ人生でもこうやっぱそういう教訓をやね取り込んでいかないと柔術やってる甲斐がないんでね。やっぱ柔術も手広くいろんなことをやったりとかするのも一つの柔術兄弟あるあるコントを極めるということでね、勝負していこうかなと思いますけども、ぜひぜひね。受けてたか なんで受けるんだよな。別に何を知ってんだよ。あのキャップ層で。いやもう、まあまあだから、じゃあまあ割と男性やっぱ多めでさ、そこら辺が笑ってくれるのは分かるんだけどさ、女性も笑ってるっていうさ。でもなんか楽しそうにやって、楽しそうだったのかな。楽しさが伝わったんじゃないですか。ボーアンロー様になって決めようって受けてるから。分かるわけねえだろうと思って。いや分かるわけない関係ないから、もう歌ってんのが楽しいから。ボーアンロー様は分かるなると決まるっていうね。上田さんがそんなんやるの珍しいでしょ。そういう光景がね、良かったんじゃないですか。そうだよね。そうですね。僕もまあ大変時事ネタ不安でしたけど。やりきったやつが見れるんで、で、あとその4人あの L 歌舞伎がコントに参加するってことで、4人でコントですよ。そうよ。しかも絶対にやらなそうなコント。はい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 。もう作家さんが作ってくれたやつなので、そうそう、僕らじゃなくてその間取ってくれた作家さんが作ってくれたから、多分俺らが作ってたらもっとなんか頭でっかちになったもっと砕けない、なんか設定を大事にしたコントとかになるんでしょうけど、やっぱいい感じでこう、そうだね、まずもう隙だらけのコントになってですね、非常に いい意味で非常に面白だと思います。あとはまあお互いがお互いの好きなネタをこうあんなにやってくれ、リクエストしてやってみたいな。久々のエル歌舞伎さんがね、見応えあるよね。あんなにいろいろやったんですか、ネタもやりまして、だから結構いい濃厚な、あとはもうトーク、後半がずっとトークなんですけど、トークで、いいんじゃないでしょうか。配信はこの値段でやってますので安いですね。そうだね、なんだこの競技とか、まあちょろっと、まあ晩酌でもしながら見てください。ぜひ、うん、感想などツイートとかしてください。どうぞ、はい、お願いします。